平和の灯火、そして希望の明かりをお迎えいたしましょう。大きな大きな拍手でお迎えいたしましょう。中華民国建国100年の成果でございます。中華連合総会の来事務局長よりただいま埼玉台湾総会の副会長の手に渡りました。古賀副会長の手に今聖火が渡りました。一人一人にバトンタッチをしていってください。はい、手と手をつなぎ心と心をつなぎます。どうぞ。はい、今新会長の手に渡されました。新会長、そして総会長、毛利会長、みんなが人類の幸せを祈り、世界の平和を祈り、一人一人に思いを込めて聖火を伝えます。はい、じゃあもう一度今度会場と、そして、はい、では、はい、皆さん一段と大きな拍手をお願いいたします。私たち台湾と日本の心のつながり、本当にありがとうございます。これまでの100年を大事にして、これからの100年、今年は2011年、さらにこの先100年まで、私たちはこの平和の祈り、希望の明かりをずっと伝えていきたいと思います。本当におめでとうございます。中華民国建国100年おめでとうございます。皆さん大きな拍手をお願いいたします。5000年来の思い、孕育了子子孙孙的觉悟、私たち中華民族の覚悟でございます。身处海角、海域以上、世界のどの片隅にいても却是民族的骄傲、私たち民族の誇りでございます。自由和民主、自由と民主、虽然地小人稠、場所は小さいけれども、人口も少ないけれども、でもそれは文化を引き継ぐ大事な地でございます。却是文化的传承、四维和八德、四つの大事な道徳、八つの大事な思い、炎黄的荣耀、中華民族の誇り、源远流长、その始まりは遠く古の国でございます。炎黄の荣耀、中華民族の誇りでございます。そして古より伝わる大事な大事な思いでございます。素晴らしい歌詞でございます。本当にありがとうございます。